ねえ、なんか幸せやな、まだ相当残っちゃう。幸せ。おいしい。何日でしょう。11月7日の何時？25時半。仕事終わりですね。仕事終わり。この夜中に、大盛りを頼んだ人がこの中に一人。ちょっと。もう言ったけど弁明させてほしいから。何何？エッチスさんが私がちょっとお花摘みに行ってる間に、勝手に終わりにしてる。マスターが言った。おはげちゃんの仕業に。おはげ。丁寧に言えばいいじゃん。おはげちゃんの仕業です。マジ？体を温めていい。温めて。めちゃめちゃ本当美味しい。美味しい。そういうふうなおもちゃおすすめです。梅と昆布だね。飲みます。飲んでみる。うん。大きくなってきた。はい。大盛りはこちらです。うわあ、おいしそう。めっちゃ大盛り。大盛りはこちらで。めっちゃいい。あたかいうちに取らんかな。あ、そうそうそう。はい、なんでしょう。豆腐チゲなんちゃらの大盛りです。豆腐チゲなんちゃらかんちゃらのご飯大盛りです。ご飯大盛りです。ご飯の大盛りがこちら。大盛りにしたんかって話ですよ、本当に。食べちゃうの。食べますよ。おいしそう、おいしそう。大盛りではないです。これ大盛りかね。完璧と大盛りですね。もしマスターが入れるの。はい、かわいい。いただきます。かわいい。食べていいよ。持てる女。可愛くね。ちょっとこれは。お箸あるかしら。これは本当に可愛くね。いやいやいや。食べる女の子は人気あるよ。いや、もうそれマジで可愛いと思う。美味しく食べる子は。本当？うん。食べる。美味しそう。美味しそう。いただきます。え、豆腐うまそう。え、一口が可愛い。いや、ちょっと熱いかなと思って。可愛い。近い。美味しい。美味しい。ま、鶏肉ってヘルシー。羨ましそうな人がこちら。じゃあまずいな。これで、これで待ってる。可愛い。そう。最近黒髪にして前髪ってなかったって。なぜか見習子はあの美味しかったら難しい顔する。いや噛み締めよね。この二人本当に意味がわからん。噛み締め。詳しければ詳しいほど美味しいとか。それは知らない日本大そういうやつ変わっとった。びっくりした。日本語ない。いや、安倍さんで送ったんじゃん。可愛い子は食べ方も上品。本当それだ。あれ。あれっしょね。これ実は可愛い。見てこのちっちゃい小柄にこうやって入れて穴をこうやって。バンクッションあるんじゃん。いや、あの食い方がさ。可愛い。いや、本当の男っぽいよ。早さも。みのちゃん。可愛い。顔。可愛いんだから。アップに全然ください。皆さん見てください。こちらがペッパーハンバーグの豚汁切り替え。あら美味しそうですね。こちらこちらお漬物とじゃあご飯とこちらがハンバーグです。わあ美味しそう。そしてはいチーズハンバーグ&サイコロステーキ。
豚汁切り替えでございます。あ、また来ますよ、第2弾いいよ。人間味さ、いただきます。やばいじゃないですか、もうその白いとこ。こういうバカジタ会長です。夜お腹どうなるんですか。あ、朝壊れる時あるよね。記念撮影やね。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。え、マジか、今下だけ。めっちゃ美味しい。あ、幸せ。七味唐辛子もあり。七味ね。ああ、弱いなった、弱いなった。さっき難しい箇所、うん、うますぎーって夜勤食べてるの動画見て思ったんですよ、うん、なんか美味しそうに見えんなと思って、うん、やっぱ食べた時は、うん、美味しい顔せんの、うん、美味しい驚く顔か、うんうん、笑顔か、どっちかやな。じゃあ、そう改めないですね、マジで。じゃあ、驚く顔変。おいしい。大吉さんの。おお。本当に幸せ。そしてもくもくと食べる。何言うの。ねえ、幸せなの。まだ相当残っちゃう。幸せ。はい、全員完食しましたね。まずこれがみんなちゃん。あの大盛りをペロッと約3分。え、モリモリやんけ。どうでした、美味しかったですか。めっちゃ美味しかった、うん、小食ラブさん食べましたね、今日は意外と、うん、まあ半分でしょうね。いや、3分の1。まあでも食べたね、今日。うん、よう食べたね、うん、季節感おかしい格好ですけど。あら、生足でサンダルです。飯なし食べました。食べましたね。飯なし、おいしかったです。おいしかったです、ありがとうございます。いや、今日もかわいい、かわいいな、おいしい。はい、そしてじゃーん。はい、綺麗に今日もペロッと完食ですね。お疲れ様でした。はい、おいしかったですか。おいしかったです。じゃあ皆さん、また来ましょう。はい、ごちそうさまでした。バイバイ。はい、何日でしょう。11月17日。17ですね。昼間のジェフやってまいりました。賑わってますね。うん、多いね。そして今日はこの3人の他にスペシャルゲスト、藤沢家族。先日は野球部パート優勝おめでとうございます。活躍できましたか。あ、そうやね、バート優勝の試合は行ってないんじゃない。今年は野球の成績はどうでした。いいんじゃないですかね、うん、活躍した。した、うん、お、寝た、今寝た。早くも3ヶ月経ちました。時間が経つの早いな。どんなイケメンになるのか楽しみですね。昼ですか。そうですね、美味しそうですね。お汁ピリッツ、ご飯いけるかもしれない。食べていいよ。そして、ちっさんが黒酢定食。ちっさん、それ好きよね。ちっさん、がっつり行くね。お腹すきました。ペニーやな、がっつりだよね。でーす。美味しいやつね。はい、マスター。どうぞ。先にすいません。いただきます。あ、そう。ミックスグリーンね。大盛り。お、ナイスセット。はい、そして出た禁断のメニュー。スインハンバーグ。とライスセット。ライスセットです。うん、はい、どうぞ食べてください。いただきます。チンです。今日食べたよな。え、ちょっと座んでよ。美味しそう。熱々やな。
器が熱いのでお気をつけください。以上でご注文です。はい、カツとじの和食セット。美味しそう。どうぞ。いただきます。え、どうする？寝かせる？美味しい。どうですか、中さん。うまっ。うん、この方がいいとまだいろいろ協力してくれる、うん、子供のことはもう全部彼女に任せてますみたいな昭和の人はもう言わんもん。今は子作り、子作りで子育ても家事もみんな役割分担、うん、そりゃねえな。すげえな。すごいな。洗濯も洗われます。へえ。お前別に貴重面じゃねえよ。いやいや貴重面そうなの。いや、みっちゃんに比べてない。いや昔も一応映画化やけん几帳面になったら変な状況になっちゃうけど、うん、かなり几帳面。やっぱみきちゃんは子供に栄養取られるっていうのは栄養いっぱいこっちかも。みきちゃんご飯も食べれる。食べれる。すげえ。これが授乳期が終わっても同じような食器をやったらどん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 戻っていくよな。いやでもミックスグリル食べてそれ食べるのもすげえ。確かにご飯大盛りやけど。すげえ。大盛りって言った。すげえな、人体の不思議や。やっぱ母乳ホルモンが水分とか動画ホルモンから来る。なんか水栄養価が高いんやなきっとな、あれ。はい、皆さん食べ終わりましたね。綺麗にみんな綺麗に食べました。どうでしたか。美味しかった。美味しかった？まだ食べれる。美味しかったですか？美味しかった。はい。じゃあまたジョイフル行きましょう。ごちそうさまでした。バイバイバイ。バイバイ。